あれ以外で。ああ、キー当たった。ああ、ウルト当たった。さあ、ダメージ調整して。はい、ああ。ありました。9999ダメージ。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回はブラインドピックの試合です。チーム構成はトップ、バトルフィールド、アーゴット、ジャングル、ケジュバトマン、ボリベア、ミッド、アサヒ、ラックス、ADC、シャーペンギン、ベイン。で、サポート、ワタコ、スラッシュ。相手が、カミール、マスターアイ、ベックス、ミスフォーチュン、ソラカですね。こちら珍しいチャンピオンいっぱいいますね。普段使わないチャンピオンが。スレッシュだと、うん。スレッシュだよ。初スレッシュだったよね。初スレッシュ。あれの Q の難しさ分かったかな。はい。おいや、惜しいがいっぱいありましたが。0.5 秒ぐらい振りますからな、あれ。惜しい。あとミニオンも引っ張っちゃうしね。ミニオンも引っ張っちゃうタイプか。まあそれは大体のフックがそうだな。まあそうか。ブリッツ以外は貫通しないな。ブリッツはミニオンは貫通しませんね。タワーとかは貫通するけど。あ、そうか。形状は貫通するけどか。そうそう。レオナは貫通する、ミニオン。ああ、なるほどね。マスターいいか。うん、マスターいいだね。マスター E もめっちゃ見るな。ああ、いつの全然マスター E しかねえんだよな。クマさんは逆に味方側でしか見ないな。確かに。相手でクマが出てきたことあったっけ？一回もない。ないな。ないな。記憶にないな。クマ、俺らがあれ優遇してるだけだからな。マスコット的な部分あるからな。可愛いもんで優遇してるよ。ウルトもそんなに強くないし。スタンも逃げられたら終わりだし、うん、ブリンクないし、まあ、スタンがあるだけマシな気がするんだけどな。 E は結構あれね、あれつくけど、レベル3になって、レベル3になった。そしてあーここで一気に入った。おー、背負い投げから、イルミネーションしたか。怖っ、アーゴット。あんなことできるんだね。手も足も出ん。手も足もいっぱいあるのにこいつ。まあ確かに。足6本あるから6倍速いか。しかもリコールちょっと可愛いし。6倍速いか。3倍じゃねえか。ナイスツッコミだ。あのツッコミを待っていた。もうね、ベインは死ぬほどセーフティーだから。うん。もうパワー下から出た覚えないよな。うん、見どころないよこれ。スレッシュにね、フック引っ掛けないでねって言ってるからね。うん、引っ掛けても何もできないよって言われて、引っ掛けたら死ぬからね。えーってなってた。引っ掛けたら死ぬからね、俺。へー、それは安全なとこから、打てる状況を作んないと勝てないって感じなんだね。勝てない。でも作っちゃえば超強い。うん。ね、3コアぐらいできちゃえばね、強いんだよ。3コアだよ。俺らの CS の下手さで、3コアだよ。それ完成しないんじゃない。あ、ウルトがこっちだけあって、あー来ちゃったんだね。あ、さよなら。あ、さよなら。ね、味方のあれ以外で、あーキー当たった。あー、ウルト当たった。さあ、ダメージ調整して、はい、あーありました。9999ダメージ戻されてった。もうフラッシュもないし、ラクソもプッシュできないね。うん、できないチャンピオンだね。もう、まあ、無理やり E 使えばね、うん、割と行くんだけど、まだなくなっちゃう。もうまだないからね。もうないんだよね。うん、そう、プッシュはできないね。はい、そう、この、あ、まあ、よく避けたー。まあ、ワンコンで死なないと思うけど。おー、いい感じ。おー、って。いい反応。先読みすぎたんじゃない？先を読んだんだよな、きっと今のはね。うん、読み合いだからね。あ、その逃げは下手くそだったんじゃ。あ、終わった。ああ、はい、9999ダメージ。なんかベルトコンベアみたいなやつやべえな。
スネア、スネア、スネア、おいいよ。慣れてきたじゃん。これは当たらない。これも酔いすぎた。相手吸い込まれないね。うん、ちゃんとつけてます？吸い込みのルーンを持ってかんと。うん、持ってます？ちゃんと持ってる？吸い込みのルーン。ちゃんと Google で調べてくださいよ。アップデートしてないからかな。うん、僕たちは標準装備ですから。バージョン違うから俺だけ。うん、いや多分僕らのルーンがね吸い込みがついてる。こっちか。吸い込まれじゃん。ルーン中かねバフ。マとカニが。あやクマさんいらなかったって言ったら、まあ、クマさんはヘラルド呼びに来ただけだし、うん、一応自分もあおなんか余計なことをして、あ、うん、なんかあんま視界取ってないけどよく、うん、よく逃げるね、うん、何が見えてるんだろう、ボット側のやつも見えてんだろうな、ボット側みたいなね、そのこっちにも見えないから多分いるんだろうと思ってんだろうな、うん、経験からこのねランタンをこれ乗ったら乗れってことなのかなと思いながらやってた。ランタンの置き方も難しいよね、使い立てだと、うん、ランタンは壁越せるから結構便利。 X まで来たぞ。わお、間違えた。痛い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 。ああ、いやこれよく守ったと思ったんだけど、フラッシュとヒール使ってないっていうね。おいへい、ヒール使えば楽勝だったな。おいほい、逃げ足早くなるもんね。うん、お、リバーで戦いが起こっている。なぜかそういう喧嘩を、すごい、こっちでも起こってるのか。お、お、シャットダウンしてる。あっちはあっちで戦ってる。すごい。あ、ナイス。おぉ。減点して死んだと思ったけど、俺、これ。あー、体力ない。一応ちゃんとランタンも投げたしな。あー、マジか。勝てちゃうんだ。なんか来た。なんか来た。来た、ウルト洗った。終わった。意外と許されてる。いや、スレッシュのウルトかな、うん、なるほどな、うん、そう。あ、ウルトゾースク入った。まあ、うまい、うまい、うまい。あ、でも追いかけるらしい。僕も無理ですよ、つって。相手のフラッシュがなければ、ね、殺せるんだけどね。あ、クマちゃんが、クマちゃんが、あ、クマさんが、クマちゃんの見せ場、うぇーい、ちゃんとスマイト出てた。えらい、スマイト出てた。20点。今何点もらえてる？とりあえずスマイトを持ってきた時に50点もらって、でその後にヒサメの刃買ってるから100点でしょ、そこで。ほんでここで20点取ったもんね、120点。この入りはいいね。はい、さよなら。ナイス。味方側のラックスビームだ。これは味方のラックス。敵にいなくても避けちゃうもんな、あれ。反射的に一歩下がっちゃう。反射的にやばいって思っちゃうんだよ。あ、カミールあんな場所に。でも見えてんな。見えちゃう、丸見え。ほっといて。ワードとワードに挟まれてるからな。あれも惜しい、惜しい。見えてない振りでもしたのか。あ、お前はまずい。あ、よく見えた。ナイス、ナイス、ラックスビーム。この集団戦2発目なんですよ。本当だ。はい、そして今更やってる。僕はまだまだ。あ、これ惜しかったね。キロもあれね、あと数センチやった。なんか乗ってくれた、ありがとう。優しさよ。威嚇砲ね。でもあれはあれシールド入るからね、うん、ランタン、ね、そう、まあそれもありで適当に置いてる時もある。まあ、このシーンよく見るね。こうミッドレーンでアーゴットが歩いててみんな帰ってくシーン。さすがに足多すぎてビビるよね。ここか？この強引な入りであれしか体力減らないのか。
あれれー、 あんだけタンクしてくるとね、ベイン超やりやすいんだよね。ああ、すごいインだ。インヒビター、ゲッツ。ゲッツ。逆転してるレインが。なんか位置関係がおかしい。位置関係変だよ。ああ、でもサンドラサンドラなんだねこれ。それはボットが仕事してねえんだもん。二人とも。ボットがね押されまくってるからね。うん、ドラゴン取れないよな。うん、あー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 、背負い投げして相手陣地が飛ばすって面白いんだよ。カミール 8S00 早いね、さすがにね。でもミッドがなんか事件が、ね、ミッド事件起きてんな。ミッド事件起きてる。大事件起きてる。大事件起きてる。あーあーもう2人の命張ってバロンの時間取ったからねこれ確か。あでも後ろからインする。ああもうこれ歩いて帰るらしいやつは、うん、プレッシャー半端ないんだけど。追いかけ回されてもみんな逃げ出してる。これはゴッドが来るよ。ラックスじゃ、そうね、お CS をあんなに叩いて最後の一発を。お、レッドチームのタワーが破壊されました。あそして帰り道にはアーゴットさんが、ああちゃんとドラゴン行く、ドラゴン行くって言ってたから、うん、なじみか。あ、ベックスキャッチ、おい、外した。見えてるけど当たりはしないぜ。まあ、しょうがない。これはちょっと無理やったね、さすがにね。なんか、草むらに隠れてモーション隠したらいいんじゃない？うん、なるほどね。あのクルクルがね、そう、まあ、あのクルクルしてる間にはコース決まってるからね。カミリコール逃げれるか？あーこれ逃げれません、無理です。いい様がいいし始めた。意外とやばいんだよ。やばい、うん、これでどっこいどっこい。金はアーゴット分買ってる。さすがね、アーゴットしか強くないっていう状態だもんね、うん、アーゴットが100プラス 100CS 持ってるからCS さえ390一番多いベインの2倍以上。そうだね。止めろ。逃げられた。いけるいけるいける。これは捕めた。ナイス。いいね。はい、ナイス。いいね。こっちはバロン。あっちは、ヨンドラ。エルダー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 取られたんですか？エルダー取られた。意外と危なかった。あなたファームいらないでしょもう。やられるから。暇つぶしか。暇つぶしてる。やることがなかったんだよねきっと。うん、確かもう耐える時間だったんだ。おいたたたたった。あ死んだ。そうそう。逃げて。当たりすぎ。当たりに行っちゃってんだね。よくなかった。相手エルダーだからね。あの白いライン。あのミニオン、おお、スーパーミニオン、この勢いで消せるのか。これ引かせない、引かせない、引かせないっつって。そう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 。引かせなかった、ね、ああ、これも取れない。足早いんすわ。うんうん、早いな、べ。回復力すごい。足早いな。すごいすごい、全部回収できるんすわ。てか、本当に攻撃手段 AA しかねえんだ。ないね。ない。AA が強くなる。全部のスキルが全部のスキルがそんな感じ。潔いなそれは。おみんな合流。おお、アーゴとパイセンが粘ってくれたおかげで時間が伸びてベインが強くなってワンチャン取ったね。おお、ジジ最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch で生放送しているので見に来てください。ではでは。